はい、えー、グラフエディターですね。こちらのチュートリアルをやっていきたいと思います。えー、だいぶグラフエディターの方ですね、基本的なことは分かったと思うんですけども、今回キーフレームの活用とかね、ちょっと実践的なことっていうので、えー、こちらの方を解説したいと思います。解説は電報した村です。よろしくお願いします。はい、えー、まずパーツの方なんですけども、セールと書かれたですね、まずパーツを作っていきたいと思います。はい、パーツはですね、新規コンポジションで、はい、えー、ここを1000にして、高さ2000ぐらいにしましょうか。 あの、なぜこうするかというと、あの、基本的にこう HD のサイズで作ると小さめに作っちゃうんですよね、パーツだからということで。ただ、後々活用することとかですね、いろいろと考えると、大きめに作っとくといいんですね。例えばこれでもう作っちゃうと、結構これでかいんですよ。このぐらいあるんですけども。まあ、こういうような形でですね、パーツを作る場合の、まあ、部品のコンポジションというのは、結構まあ、大きめに作っとくということをしとくといいと思います。はい。でですね、えー、早速作っていくんですけども、はい。ちょっとこれ後々習うですね。 はい、こちらのシェイプレイヤーで作るんですが、まあすごい単純に作り方改善しますね。こんな感じにします。こんな感じ。はい、正方形作ります。はい、正方形作って、まあ色は何色でも構いません。まあちょっとこれ赤選んでおきましょうか。どぎついんで赤。はい、そして次、こちらの方でですね、シェイプレイヤーで、ここに鍵穴を作ります。穴ですね。はい、この場合シェイプレイヤー、 え、一個のところのね、レイヤーで済むので、ここでまた丸を選んでいただいて、楕円形で、こんな感じかなよ、ほ、はい、作ります。で、今これ塗りが、あれなんで、黒に変えちゃいますね。はい、そうすると、鍵穴みたいな感じになります。まあ、これ色々とマスクとかでね、作ってもいいんですけども、単純にこんな感じにします。で、次に、今度は別のシェイプレイヤー。 もう一個シェイプレイヤー作りましょう。これなぜちょっと作るかは後々解説なんですが、こんな感じにして、よはい。今度は塗りは、はい、グレーに設定しますね。はい。これでですね、えー、なんとなく、なんとなくですね、こう、セールの札ができたと思います。あとは文字ですね。はい、通常で、ここで文字を S と打ち込みます。で、 これ見えないので、ちょっと大きくしましょう。えそして色は、はい、白に設定します。はい、ちょっと全然小さいですね、これね。まあ、あの、書体とかはですね、あの、ご自由に使っていただいて結構だと思いますので、えー、しっかりと著作権クリアしたね、書体を使っていただきたいな、というふうに思います。で、まあ、真ん中にあたりで設定してあげましょう。ちょっとこれやりにくいんで、その時は、はい、こういった、 矢印ですね。矢印のキーで、右左とずらしていきます。はい。これでまあ単純に作ったと思うんですが、えー、せっかくですからもうちょっとね、凝っていきたいなということで、エフェクトから遠近、遠近で、はい、ここで、えー、ベベラアルファを選んであげましょう。はい。こんな感じですか。よいしょ。そして、ベベラアルファを選べますと、はい。アルファ部分のところっていうかですね。まあ、周りのところですね。これをこういうふうに、 ま、立体的にすることができますんで、これでちょっと立体感というのを出してあげます。はい。そして次、ここ、えー、これですね。あの、つっているもんですか、ちょうど。ラベルをつっている。えー、これに関しましては、はい、えー、描画から、そうですね、CC、ライトスイープですね。スイープさん使って、はい、ここに設定してあげます。はい、そして、ここの角度を0度に設定します。 わかりますかなぜ0度に設定するかっていうと、これライトスイープアウトね、こういうふうに立体的にこう作ることができるんですね。あの、シェイプレイヤーとか、まあ、線とかそういうものっていうのを立体的にしたい場合は CC ライトスイープで、こういうふうに、まあ、 90度の形にしてやってあげると、なんとなく立体物に作ることができますんで、まあこういう風にね、テクニックを使っていただきたいなと思います。まずはこれでラベルは OK です。これね、長さとかね、ちょっと調整したい場合はもう少しコンポジションの長さ調整するとか、この四角の長さをですね、うまくこう小さくするだとか、そういうような形でやっていただければなというふうに思います。動画制作もやってるよ。